ネットワークレールは、イギリスのイングランドスコットランドウェールズにおける、大半の鉄道網を通じて所有し管理する、事業者である。株式を発行しない、有限責任会社で、株主は存在せず、収入は、鉄道網に再投資されることになっている。主な顧客は、同社が所有、管理する、鉄道網の上で列車の運行を行う、民間の列車運行会社と、 貨物運行会社である。2014年9月1日以来、ネットワークレールは公共企業体と分類されている。旅客数の急増に対応するため、380億ポンドを費やして、クロスレールの建設、路線の電化、テムズリンク改良計画、新しい高速鉄道など鉄道網の改良計画を進めている。民間会社によって建設された。 イギリスの鉄道網は1947年運輸法によって国有化され、1990年代に再民営化されるまでイギリス国鉄が運営してきた。民営化では上下分離方式が採用され、施設管理と列車運行の会社が分離された。1994年から2002年まで施設はレールトラックが所有、管理していた。 2000年10月17日に発生したハットフィールド脱線事故はレールトラックの崩壊を決定づけることになった。イギリス鉄道網全体にわたって直ちに大規模な修理作業が実施され、これには5億8000万ポンドがかかったと見積もられている。しかし、レールトラックはかつてイギリス国鉄が持っていた技術、 保守の部門の多くを廃止するか外部の会社に売却してしまったため、社内での技術力をほとんど失っており、これからさらに、ハットフィールドのような事故の発生を予見できなかった。また、レールトラックが命じた、速度制限の結果がどうなるかの予見もできず、結果的に鉄道網はほとんど機能を停止してしまうことになった。ウェストコースト本線の近代化の費用も急上昇していた。 2001年にレールトラックは特別損失を計上する前の税引き前利益を1億9900万ポンド計上しているにもかかわらずハットフィールド事故に伴う関連費用と保証費用7億3300万ポンドを負担した結果5億3400万ポンドの損失となったことを発表し政府に財政支援を求めることになったが2001年5月に その中から株主に対して1億3700万ポンドを配当として支払った。ネットワークレールは実際の鉄道管理を行うレールトラックをレールトラックグループから5億ポンドで買収して参加に収め、レールトラックは解消、再編されてネットワークレールインフラストラクチャーとなった。この買収は2002年10月3日に完了した。このため、 かつてのレールトラックは生産されて消滅したわけではなく解消して存続しており、ネットワークレールインフラストラクチャーはレールトラック時代に発生した件に関して後に起こされた訴訟の被告となっている。イギリスの鉄道網に対する政府補助金の被のつい1982年から2014年まで2014年の物価換算で 乗客一人当たりの被を示す。民営化後当初は補助金が削減されていたが、2000年10月のハットフィールド事故を受けて急増し、その後再度減少したネットワークレールが組織を確立し、鉄道網の状態を改善し単価を引き下げ遅延を解決するという主要な課題に対応する能力を示した当初の期間を受けて、 政府の2004年の鉄道事業見直しでは、全鉄道産業の業績報告、ダイヤの設定、小、中規模鉄道網改良の設計、方面別の線路利用戦略の実施といった件に関する責任を、ネットワークレールは与えられるべきだとした。この中にはすでに、ネットワークレールが有していた機能もあったが、例えば線路利用戦略を作成する義務といった。 これ以外の機能については、イギリス政府の政府外公共機関である、戦略鉄道庁から、ネットワークレールに移管された。戦略鉄道庁は2006年11月に、廃止された。2008年8月、ユーストンのメルトンストリート40番地から、ヨークウェイ90番地のキングスプレースに本社を移転した。2008年10月に、 イアン・マカリスターは次の会長選挙に立候補しないことを表明した。彼は会長職を6年にわたって務めた。彼はネットワークレールは発展の新しい段階に達したため、その段階で引いていく新しい会長を任命するのが適切だと述べた。ネットワークレールが安全に関して責任を負うようになって以来、多くの安全活動が導入されるようになった。 2008年12月に発表された最新のオールオレンジという活動では、すべての線路作業員は、線路の近くで作業する際には、視認性の高いオレンジのジャケットを着るだけではなく、ズボンもオレンジにしなければならないとしている。この新しい規則は保守、設備作業員に対して2009年1月から、そして基盤、投資部門では2009年4月から発行した。 2011年にネットワークレールは、それぞれに管理責任者を有する9つの地域分割された自律的な事業部門へと、事業構造の再編手続きを開始し、まずは、スコットランド地区とウェセックス地区の部門が発足した。この再編は、線路の管理と列車の運行の垂直統合への回帰だと解釈されている。レドベリー駅の信号庫気書に貼られた。 ネットワークレールの名前の入った表示。ネットワークレールは、線路、信号機、河川、トンネル、橋梁、踏切や、大半の駅などの施設、設備を所有する。車両は営業用車両を持たず、事業用車を所有している。2500以上の駅を所有しているが、このうち大きな19駅のみを管理しており、他のすべての駅は、各列車運行会社が管理している。 ネットワークレールはマンチェスターでも最大級の改装されたオフィススペースであるスクエアワンを15年リースしており800人のスタッフを配置している。ネットワークレールはナショナルレールと混同してはならない。ナショナルレールは組織ではなく単なるブランド名でありイギリス全体にわたる旅客鉄道網を説明し販売促進するために用いられる。 ナショナルレールの路線網の大半は、貨物輸送も行っており、貨物のみの路線もある。旅客輸送を行っていても、ナショナルレールの一部ではない路線もある。そしてロンドン地下鉄。反対に、ネットワークレールの鉄道網ではない線路の上で、営業される、ナショナルレールのサービスもある。例えば、チルターン鉄道は、ハーローオンザヒルとアマーシャムの間で、 ロンドン地下鉄が保有する線路を走る。現在の会長は、ピーター・ヘンディで、最高経営責任者は、マークカーンである。クロイドンの、ノーウッド・ジャンクション駅にある、ネットワークレールの基地、ウニモグ製高所作業者タウントン駅付近において、高圧ウォータージェットで落ち葉を除去する作業。ネットワークレールは2万マイルに及ぶ線路と、4万に及ぶ橋やトンネルを管理している。 2003年10月にネットワークレールは特定の民間企業が実施する保選作業の質に懸念があったことやコストが上昇していたことなどからすべてのインフラストラクチャーの保守作業を民間企業との受け負い契約から直営に切り替えると発表した2004年2月にはロンドンのウォータールー駅にネットワークレールと 列車運行会社のサウスウェストトレインズが共同で運営する運行センターを開設した。これは民営会構ではこの種の全面的な協力として初めて実施されたもので鉄道網の他の地域のモデルになるとみなされ、これ以降ネットワークレールと列車運行会社が6カ所で統合した運行センターを開設してきている。ブラックフライヤーズ、クロイドン、スウィンドン、 バーミンガムニューストリート駅、グラスゴーセントラル駅、そして最近ではリバプールストリート駅とカーディフカントンに置かれたサウスウェールズなどのセンターがある。線路の更新や線路、信号設備の置き換えによる鉄道網の近代化の作業は契約により民間企業によって実施が継続される。この中でも大規模な更新計画は2008年に 完成したロンドングラス号館のウェストコースト本線の数十億ポンドを費やした改良とロンドンを南北に従管する鉄道路線の改良であるテムズリンク計画、そしてネットワークレールが実施したクロスレールの計画などである。ネットワークレールは当初は多くの作業や建設現場を民間のインフラストラクチャー補修計を依頼者である。例えばカリリオンや ファーストエンジニアリングなどに対して、下請けに出していた。他の下請け業者は、現場で専門の業務や、追加の作業のために用いられている。こうした会社としては、プリマサービスグループ、スカイブルー、バルフォア BT、レーバーサイト、BCL、アトキンスレール、マクギンリーズなどがある。2003年以来、ネットワークレールは見習い制度に資金を出したり、学位制度に、 資金提供したりして、社内での技術力を高めてきた。ネットワークレールは、契約業者から業務を移管したことで、かなりの費用の節約ができたと報告している。ポッターズバー鉄道事故を受けて、ネットワークレールはさらに多くの契約を社内業務に、移管し、その他、ロザンハム、キングスクロスなどでの事故によりジャービスは、線路保守業務から撤退することになった。 この少し後に保守会社による様々な失敗を受けてネットワークレールはさらに多くの保守業務を直営に一貫した通信事業の保守は2009年4月にかつてイギリス国鉄通信だったタレステレコムサービシーズの要因の遺憾を受けて直営にしたことで元の状態に戻ることになった2006年にネットワークレールはレールの粘着低下による 空転対策となるハイテク利用の計画を公表した。この計画では、人工衛星を利用して問題が起きている場所を追跡すること、ウォータージェットで落ち葉を取り除く車両やレールを磨く、装備を持った要員を配置すること、サンドスティックとナトルソール部と呼ばれる、覆っている落ち葉を溶かす物質を利用することなどが含まれている。 軌道上やそばで働くすべての労働者はパーソナルトラックセーフティと呼ばれる資格試験を受けなければならない。これは2年おきに更新される。ネットワークレールの作業員は毎年エートルの一環として審査を受ける。エートルでは各作業員はコンピュータープログラムによって試験を受けてその保有する能力を検査する必要がある。 2007年に、軌道保守の契約業者はそれまでの6から4に減らされることが発表された。アメー、コラスレール、バルフォアビーティ、バブコックファーストエンジニアリング、ジャービスである。ジャービスはこれ以降、管理の方に移り、受け負っていた業務の大半は、バブコックによって担当されることになった。ネットワークレールは2500以上の駅を所有しており、6つの カテゴリーに分類される。ほとんどの駅の管理と運営は、その駅を通る列車を運行している、主な列車運行会社が担当しているが、その駅を通る列車を運行していない、列車運行会社に任されている場合も何例かある。例えば、ヒンクリー駅は、クロスカントリーの列車が運行しているが、イーストミッドランズトレインズが、駅の管理を担当している。 2015年7月現在、ネットワークレールは20駅を直接管理している。ネットワークレールが管理、運営する駅は、以下の通りである。これに加えて、ネットワークレール、ハイスピードが、セントパンクラス駅上層街ストラトフォード国際駅、エブスフリート国際駅を管理している。グラスゴーセントラル駅とリバープールライムストリート駅は、 上層階と下層階に分かれており、上層階は行き止まり式になっており主な都市間列車が発着している。下層階は通勤輸送網上にあって通り抜け式になっており、上層階に発着する線路とは概ね分離されていて、こちらの駅とプラットホームはネットワークレールではなく主に利用している列車運行会社が管理している。ネットワークレールは2012年1月に サザンに移管するまでガトウィック空港駅を管理しており2014年11月に c シ c に移管するまでフェンチャーチストリート駅を管理していたネットワークレールは2015年6月からイーストコースト本線が民間運営に戻ることの一環としてニューカッスル駅とヨーク駅を管理するようになった2014年の運輸省のフランチャイズレポートでは ネットワークレールはより多くの主要駅を直接管理下に収める意図があると述べている。この報告では、ヨーク駅をネットワークレールの管理下にすると指定しており、またノーザンハブの一環として大規模改良計画が進行中のマンチェスター・オックスフォード・ロード駅及びマンチェスター・ビクトリア駅も指定されている。このマンチェスターの2駅については、 ノーザンレールのフランチャイズ契約が終了する2016年時点に、同時に2課あるいは改築工事が完了する、ビクトリア駅については2015年、オックスフォードロード駅については2018年に、ネットワークレールの直接管理になるとされている。ネットワークレールのコベントリー指導力教育センター、ウェストウッドにある、ネットワークレールは、イギリス中に、 いくつかの教育訓練施設を持っている。訓練施設は、ニューカッスル、ピーターバラ、ダービー、リーズ、ウォルソール及び、ラーバートにあり、再教育コースや、新設備対応の教育を行っている。上級見習いコースの訓練生は、イギリス海軍の設備を使って、 ロスポートにあるサルタンで、イギリス海軍の施設及び特別に準備された訓練センターの双方で、初年度のすべてと2年目、3年目のうち7回の2週間コースか5回の3週間コースの訓練を受ける。すべてのコースは、最初の年は、バブコックインターナショナルの一部である、VT フラッグシップが講習を行っているが、2年目と3年目は、ネットワークレールの要員が担当している。 さらに指導力の教育のためにコベントリー近くのウェストウッドビジネスセンターにおいてケーブルアイアレスから住宅地域を購入した。ネットワークレールとボルカーレールやバルフォアビーティなどの業界の各社はシェフィールドハラム大学と合同で純学士の制度を運営している。2008年にはネットワークレールはその最初の資格機動工学を発行する。 GCSE と A レベルに同等のコースを開設する許可を得ている。ネットワークレールは、信号、電力制御、列車無線、沿線通信、踏切監視カメラ、駅情報システム、セキュリティシステム及びより一般的な IT や、事業用電話の必要性に応じて様々な電気、通信回線を運営している。電装及び電話交換システムを構成する。 固定通信インフラストラクチャーはかつてイギリス国鉄通信が設置した主に線路沿いのドラフに収納された光ファイバー回線を及び同回線で結ばれている。私有通信設備としてはイギリスでは最大のものである。ネットワークレールは運転士や線路作業員の移動通信を支援するために基地局、アンテナ、 制御装置で構成されるアナログ無線回線をいくつか運営している。全国無線網は鉄道の運営用に専用に開発されたものである。500カ所の無線基地局及び21カ所の中継局で全国の鉄道網の98%をカバーしている。無線電子トークン閉塞システムは NRN と同様の技術に基づいているが、 音声通信だけでなく信号用のトークンのためのデータ通信ができるようになっている。線路沿いにおける固定通信手段としては電話が用意されている。この電話は信号柱に装備された電話機を通じて運転士が、あるいは踏切に設置された電話機を通じて講習が、信号扱いでと通話することを主な目的として用意されている。 線路脇や踏切に設置されている電話機の多くを外、トロニックスが納入している。旅客がインフォメーションセンターや緊急事態センターに連絡できるようにするためのプラットフォームや駅におけるパブリックアクセスヘルプポイントも納入している。GSMR 無線システムは欧州連合の相互運用性に関する規制に従ってヨーロッパ中で導入が進められている。 イギリスでは2014年3月現在、現行で使用中の NRN と CSR の無線システムを GSMR のイギリス版実装で置き換える作業をネットワークレールが進めている。ネットワークレールは内部のインフラストラクチャーデータベースとしてジオギーズというシステムを保有している。このシステムでは どの路線のどの場所が参照されているかを示すための4桁のトラック ID コードを使っている。最初の1桁目は線路の向きを示しており、1が上り、2が下り、3が上下変更可能、4はループ線である。2桁目は線路の用途を示し、1は本線あるいは急行線、2は観光線、3は貨物線、4は単線、5はループ線、6は 留置線、7は渡り線、8は、その他あるいは、機関車線、9は側線である。3桁目と4桁目は、線路番号で00から99までの番号をすべてが使え、通常は順番に番号が振られている。安全性の確認と保守作業を行うために、ネットワークレールは、様々な種類の機動車や、機関車などの鉄道車両を保有し運行している。 以下に示す機動車や機関車だけでなく、ネットワークレールは特定の試験や、機動保守作業のための多くの車両を保有し、運用している。また、ネットワークレールは DB シェンカーや、フレートライナーグループなどから貨物用の機関車を借りて、週末に技術者向けの列車を走らせている。ダイレクトレールサービスズは、ネットワークレールの機関車が使用できなかったり他で、 使っていたりするときに列車の出力試験を行うために多くの機関車を貸し出している。ネットワークレールの鉄道車両の運転手は DB シェンカーから借り受けている。2015年5月に報道でイギリス政府が大規模な駅や Wi-Fi サービスなどネットワークレールの一部の資産を売却することを検討していると報じられた。しかしイギリス政府はこの報道を否定した。 1829年から2014年までのイギリスの鉄道旅客数の推移、初期の小さな鉄道会社の時代、四大鉄道会社への合併、国有化、そして民営化された現在を示す、それ以前の10年間にはほとんど旅客数の伸びがなかったのに対して、1997年から2014年までの期間には旅客数はほぼ2倍に増加した。 この旅客数の増加に対応するために、ネットワークレールは、クロスレール、路線の電化、車内信号の導入、新しい都市間列車、テムズリンクの改良、新しい高速鉄道など、380億ポンドを追加して、改良事業を進めている。定期的な保守作業と異なり投資計画については、ネットワークレールはリスクを最小化し緩和するために、8段階の、 プロセスを使っている。このプロセスを、鉄道投資プロジェクト管理と称している。各段階は、以下の通りである。結果の、定義事前実現可能性調査オプション選択単一選択肢の展開詳細設計建設、試験、運用開始枠組変換プロジェクト終了を書く。段階では、定義された、品質基準を達成する、事前合意された結果を得ることになっている。 財務やその他の計画のために、ネットワークレールでは5年以内の期間である。管理期間を設定しており、会計年度と合わせるために、各管理期間は4月1日に始まり3月31日に終わるようになっている。この期間は、レールトラックから引き継いだもので、初期の管理期間は、ネットワークレールの発足より、古く、また必ずしも5年の期間となっていないものもある。 以下の通りの期間が定義されている。運輸大臣は定期的にある管理機関に何が実施されるべきと政府が望んでいるかを示す上級達成目標定義を発行している。イングランド及びウェールズにおける戦略路線計画2014年ネットワークレールは財務的な支出やその他のデータだけではなく方針、手順、計画などの詳細を示した。 戦略的事業計画を定期的に発表している。最も新しい事業計画は2013年1月に発表されたものである。これらの計画において、鉄道網は10の運行経路に分割されており、各経路ごとに毎年経路計画が発表される。各経路は、通常は地理的に定義されたいくつかの鉄道路線を対象にしており、 さらに17の戦略経路に分割される。それぞれは戦略経路区間となり、番号と名前を与えられる。計画には、詳細な経路、駅、主要な分岐点、線路容量の制約及びその他の問題点を含み、貨物用の車両限界、電化、路線最高速度、線路数、線路容量その他の情報を提供する。計画には、将来の需要見込みと、 各経路の開発予定、予定される支出と保守や投資の必要性なども示される。この運行経路は2011年に導入され、A から q までのラベルを付された17の戦略経路は2010年に導入された。2004年から2009年までは、 1>, 1番から26番までの24の戦略経路に分割しており、2003年には1番から41番までの41の戦略経路に分割していた。2011年の運行経路と戦略経路は以下の表のように編成された。ネットワークレールは2014年1月にテムズ川に架かるブラックフライヤーズ橋を世界最大の太陽光発電橋として開設した。 橋の屋根が4400個の太陽電池で覆われており、最大でロンドンのブラックフライアーズ駅のエネルギーの半分を供給する。ネットワークレールは、その表議員に対しては、ネットワークレールの規約により、そして列車運行会社に対しては、契約により、そして一般に対しては、鉄道道路局による監督権限により、説明責任を負っている。ネットワークレールには、 株主が存在しないため、取締役は評議員に対して、事業の管理についての説明責任がある。2015年7月1日から、特別評議員である、運輸大臣以外のすべての評議員が廃止され、運輸大臣が、ネットワークレールの唯一の評議員となった。かつては、どの時期においても、合計で100人以上の評議員が、鉄道業界や、 一般の広い範囲から招かれて任命されていた。評議員には2種類の大まかな分類があり、イギリス鉄道網で運行する免許を持っている、あらゆる組織、あるいは運行権をこれから獲得する、見込みの組織から構成される、鉄道業界の評議員と、より広い利害関係者の組織から招かれる、一般評議員である。評議員は、独立委員会によって指名され、3年間の、 人気であった。年に一回の総会に出席すること、年次報告説明書を受け取ること、ネットワークレール取締役の任命、及び再任命を承認することなどの多くの法的な権限及び義務を評議員は持っていた。評議員は個人的な偏見によらずネットワークレールに最良の利益となるように行動する義務があった。評議員は 交通費以外の報酬は受けていなかった。ネットワークレールの戦略的な方向性を定め、毎日の管理を行うのは、ネットワークレールの取締役の責任である。この方向性は、鉄道道路局の法的な規制に合致している必要があり、また契約上の必要性とも合致している必要がある。一方、鉄道道路局は、政府が鉄道産業に、 何を達成することを望み、鉄道にどの程度の資金を注ぎ込むつもりがあるかを含め、イギリス政府の運輸省及び、スコットランド政府が設定した全体的な運輸政策の中で事業を行う必要がある。これは2005年鉄道法により、政府の権限と役割が拡大されて以来、 それ以前よりもネットワークレールに対する政府の影響と監督の程度が大きくなっていることを意味する。鉄道道路局は最も最近の線路使用量見直しに際して規制当局が設定した目標、ネットワークレールの鉄道網運営免許上の義務、そしてネットワークレールの事業計画上の将来見込みに対して継続的にネットワークレールの業績を監視している。 業績がかんばしくないときは、ネットワークレールは、批判に直面することになり、列車運行会社から契約に基づく、あるいは、鉄道道路局からの鉄道網運営免許に基づく、強制措置を受ける、可能性がある。また、総会において評議員からの批判を受ける、可能性もある。2014年、2015年の年次報告では、鉄道道路局は、 公共実績評価指標は、イングランドとウェールズで目標より1.4ポイント、低い89.6%、スコットランドでは目標より1.5ポイント、低い90.5%である、と報告している。鉄道業界計画グループネットワークレールが議長を務める、鉄道業界計画グループの目的は、全国の鉄道戦略計画策定プロセスの構造と発展に、 鉄道業界からの意見を与えることにある。その構成員は、資金提供者、事業者、利用者から選ばれており、四半期に一回会合を開いている。2013年における、ヨーロッパ諸国における、輸送量10億人キロあたりの鉄道事故死者数、ネットワークレールの安全実績は、2007年2月に、バージンエクスプレスが、 カンブリアのグレーリッグで脱線事故を起こしたことで傷つくことになった。ネットワークレールはこの事故の責任を認めた。鉄道事故調査局の調査により、一組の欠陥のある分岐器が事故の原因であると2009年に結論付けられた。鉄道規制局は2012年に1974年業務上健康安全法における 分岐器のレールを正しく固定する器具の点検と保守のために適切で十分な標準、手順、指導、訓練、道具及び資源を準備することに失敗したとして、ネットワークレールが訴追されると発表した。ネットワークレールは有罪を認め、ホーム費用を含めて410万ポンドの罰金を支払った。2005年12月に、 SX のエルゼンハムウェッキの歩行者用踏切を横断していた二人の少女が列車に跳ねられて死亡した。ネットワークレールは2012年3月に健康と安全に関する法律に違反した角で訴追され100万ポンドの罰金を課された。裁判での聴取によればネットワークレールのスタッフが2002年に行ったリスク分析で潜在的な危険性を把握しており、 列車が接近した際に自動的に閉鎖するゲートを導入することを推奨していたが実施されていなかったことを明らかにした。2001年に当時の労働党政権はレールトラックの株主が一株あたり10ポンドの保証を求めて欧州人権裁判所に提訴するのを防ぐために鉄道網は再国有化されるわけではないと主張した。その代わりに レールトラックの株主はわずか2.6ポンドを支給されただけであった。ゴードン・ブラウンの補佐官であるシュリティ・バデラは2001年7月にステファン・バイヤーズに対して E メールで1998年人権法での保障を回避して経営破綻の枠組みでうまく解決できないかと依頼していたとタイムズ紙が報じた。レールトラックは当時の運輸大臣ステファン・バイヤーズによる 高等法院への申し立てを受けて、1993年鉄道法に基づいて2001年10月7日付で鉄道管理下に置かれた。2001年11月には、イギリスの鉄道網の運行を続けるためにはさらに350万ポンドが必要であると報じられたが、この額は監査担当のアーンストーヤングと管理者の間で争いもあった。 レールトラックを管理下から脱却させるためには政府は再び高等法院に申し立ててレールトラックはすでに破産状態ではないと示す必要があった政府が法廷に提出した破産状態でないことを示す主な理由は2002年に鉄道規制官が会社の財務状況の中間査察を行った結果と 大規模な追加支出を会社に対して実施する可能性であった。高等法院は会社は破産状態ではないと受け入れ、鉄道管理命令は2002年10月に撤回された。2013年までネットワークレールは公共企業体なのか民間企業体なのかをめぐって議論があった。公式には民間企業体であるとされていたが、実際のところその債務は 政府が保障しており、政府が部分的に出資しており、名目以外のすべてが国有化であると表現されることにつながっていた。また、ネットワークレールの負債が公的部門の負債として勘定されるのを防ぐために、政府はネットワークレールを公的企業体であると分類しないように必死であるとされていた。国家統計局は何度も会計検査員及び、 統計委員会と衝突し、国家統計局が、レールトラックの後継企業体は、民間企業であると判断されるべきだとするのに対して、会計検査院は、政府の資産に計上されるべきだと主張した。会計検査院は、出資によって通常生じるリスクを政府が負っており、また、戦略鉄道庁を通じて評議員が解任することの、 できない取締役を任命することができることから、ネットワークレールは実質的に政府が支配する戦略鉄道庁の子会社であるとした。2013年12月に国家統計局は2014年9月からネットワークレールが政府企業体に分類されると発表した。この結果、ネットワークレールの340億ポンドの債務が政府の債務に加算されることになった。 2009年に労働組合の運輸従業員協会からネットワークレールの従業員の取り扱いに関する主張がメディアに現れた。従業員のいじめが行われたと主張し、性的あるいは人種的な差別が主張された際に従業員に何百万ポンドもの保証金が秘密裏に払われたと批判した。かつての最高経営責任者のイアンカウチャーもまた彼が ネットワークレールで在職していた期間に、事業上のパートナーであるビクトリア・ペンダーに対して、不明確な支出を行うなど、財務的に不適切な点があったと非難された。監査役のブライス・ウーターハウス・クーパー・アースに厳しく、監督されながら、ネットワークレールにより2010年に行われた内部監査では、誤った行いの証拠は確認されなかった。 アンソニー・ホワイト QC が主導して2011年に実施した独立監査においてさらに主張を検査したがやはりイアン・カウチャーに問題はなかったとした2010年10月に会社を退職したイアン・カウチャーに与えられた160万ポンドの退職金もまたメディアや運輸大臣のフィリップ・ハモンド労働組合の幹部らからの批判の対象となった 2012年の新年の助釈に際して、ジョン・アーミットが、技術や建設業での功績に対して、君尺師の称号を与えられたことに関する、批判的な意見もメディアに現れた。アーミットは、2007年のグレーリッグ脱線事故の際に、ネットワークレールの最高経営責任者であり、また偶然にも助釈は、ネットワークレールが、グレーリッグ脱線時の件で訴追されたのと同日で、 自己犠牲者の遺族は助釈を批判した。クワドラント MK と称するミルトン・キーンズの新しいナショナルセンターは2012年6月に完成した。このセンターはミルトン・キーンズ・セントラル駅から徒歩5分のところにある。中央の通りにつながる4つの建物には3000人を収容することができる。2012年6月時点で工学物流、 時刻表作成を含む運行、IT、調達、計画及び財務の部門が全てこのセンターに移る計画となっている。ありがとうございます。